ナルト仲間一人救えねえ奴がほかげになんてなれるかよ。矢印これに対する読者の反応を見ていくぜ。仲間一人救えねえけど六代目ほかげになった先生。めっちゃカカシ刺してくるじゃん、ナルト。やめてくれナルト。その発言は俺に聞く。カカシ先生はほかげ目指してなかったんだから仕方ないだろ。やめてくれナルト。ついでに五代目にも聞く。ばあちゃんは五代目になってからジライア救えなかったからまた別だよ。なる前から救えなかったカカシ先生とは違う。でも彼氏も弟も救えず何もかもから逃げ出してるうちに恩師まで殺されてから戻ってきて就任してるぜ。仲間に犠牲になって助けられて残った仲間は殺した。やめて。ナルト、仲間一人救えねえやつとかそういう言い方は良くないぞ。でもネジは死んだ。恋のキューピッドになっていただいたのでセーフ。柱間も友達救えなかったし気にするな。だがな、家族を大事にしない奴はそれ以上のクズだ。ボルトのレス。それ以上は喧嘩になるぞ。いつも遅すぎる先生もほかげになったぞ。もしかして歴代で大切な仲間を救えたほかげっていない？薄汚ねえ低俗な人とか、仲間一人救えねえとかボロクソに言われてるよねこの時のカカシ。味方からも敵からも刺されてたのか。忍者だから仕方ないだろ。初代様もそう思うよな。柱間もマダラと敵対したし三代目もオロチマルと殺し合ったし港もオビトに殺されたし。こんな世界でも柱間マダラの時代よりはマシになってるという。卑劣様だけよくわからないけど兄者死んでるからな。そもそも弟が死んでる。誰もなれねえじゃねえか。仲間一人でも救えばほかげになっていい。任務よりも仲間を優先しやがった。最低の忍びだ。大名に徳を認められればほかげになれちゃうからな。常任衆からの信任投票が通らねえ断層が、ほかげになんてなれるかよ。ほかげになった奴が皆に認められるんじゃねえ。大名に認められた奴がほかげになるんだ。これカカシ先生に言ってるけど目の前にオビトいるんだよね。やめてくれナルト。その術はカカシに聞く。弟一人救ったイタチはほかげにふさわしい。サスケのレス。マダラもオビトも死ぬ間際に悟り開いたからセーフ。周りへの被害はともかく。ここのオビト仮面の下は吹き出しそうになってた？守りたかった仲間を亡くした奴が守れてねえ仲間を笑うとか仲間のいない奴はこれだから。断層は仲間なんて一人もいないから誰も救ってないけどほかげの資格があるな。後ろから刺さなくていいなると。これから72時間。オビトはカカシ救ったしほかげになれる。救えないのは悪落ちの話だろうし物理的に殺したともまた違うだろ。なあ兄者。仲間一人って言うけど誰一人なくさずにやっていけるってすごい難しいと思う。オビトを救えず死なせてしまったと思っていたオビトが実は生きていて、オビトが世界をめちゃくちゃにするも、そのオビトの被害者であるナルトが巡り巡ってオビトを救う唯一の存在だなんてわからなかった。だらしない先生ですまない。なんだかんだでリンさんもカカシ先生が自分を格好よく助けてくれることをどこかで期待してたはずだってばよ。オビトもそう思うよな。ほかげどころか大体のキャラが大切な人を守れなかった奴らばかりだ。あの世界の忍者を無差別に刺してると思うこのセリフ。目の前の仲間だったらまだわかるんだが。自分で殺した人がいましたね。さらにもう一発。ネジを救えなかったナルトはほかげになっていいのか。だからこそネジを殺された時はさすがのナルトも心が折れかかってただろ。そういやオビトがそれで論破してるんだった。ほんとなんでネジ殺したんだろ。十尾が強すぎる。鹿丸の親父とかも普通に死んでるしな。上の世代は仕方ない感ある。だからネジじゃなく冷やし様で。運命は生まれた時に決まっている。分家の俺が宗家の身代わりに死ぬのだ。日向と結ばれて息子をボルトと名付けるための犠牲となったのだ。オビトと対比させるためかな。目の前で仲間を失っても幻に逃げない選択をナルトが示さなきゃ。オビトはずっと目の前で大事な人を失ってないからそんなことが言える。お前も同じ状況になれば幻に救いを求めるって言えちゃうかもしれないから。オビトを論破するためだけにネジを殺したならクソ笑う。あくまでナルトの意気込みだからね。なれるかよって言っただけでなれないともならないとも言ってないヘリクツ。ナルトの言う救うってのは多分心の闇から救うとかそういう意味での救うだから。オロチマル一人救えなかったばあちゃんがほかげになんかなれるかよ。この時のナルトの救うは身の危険から救うとかじゃなくて、道を踏み外した仲間を見捨てないまとな意味だと思うんだけどな。その仲間、五影階段襲撃した後ほかげ代理殺して、天津さえ同じ班の仲間殺そうとしたやつなんですけど、組織の長として賞を切り捨てる決断を強いられて曇ってほしい。
大丈夫だ。すでに息子切り捨てが視野に入って曇っておる。そういう心意気でやれってことだよ。ナルトは火影に対して理想が強すぎる。言うてこの時のサスケって完全に死んで抜け身になって、この葉に敵対してるオロチマルの下につこうとしてたわけだから同情の余地全くないよな。やめてくれナルト、その言葉は俺に聞く。やめてくれナルト、その言葉はカカシに聞く。やめてくれ。よりによって六代目火影の就任がほぼ確実な状況になった後のシーンなのがなんとも絶妙というかね。でも仲間優先すると里にいじめ殺されるよ。ナルトもネジを救えなかったのがぶっ刺さってくる。実際にネジが死亡して連合の忍びもどんどん死亡していった時には折れかけていたから、日向がフォローしてなんとか耐えたけど、仲間一人救えなくて何が霊かというセリフはフィクションではよく言うけど、責任ある立場に立つほど切り捨てなければならない時は現実的に増えてくよね。それでも選択しないといけない時は来るが、最初から切り捨てると頭断層になる。火影になる夢捨ててまでサスケと心中してあの世で分かり合う覚悟、サスケは引いてた。これ実際救ってきたかどうかじゃなくて、単にここでサスケ見捨てたらナルトの信念が折れるという話だよね。ナルト自身もサスケがこうなった責任の一端はになってるからな。別にナルトは何もやらかしてないだろ。あの柱までさえ、大切な親友を捨ててまで火影を続けてたんだから気にするな。火影になるために仲間を見捨てるってのは歴代の火影にはいなさそうだしね。救えたかどうかは別として、悪鬼大様は除外されてます。綺麗子ということ自体は大事なんだよ。これがないと断層面に落ちる。カカシはオビトがフラッシュバックして自己嫌悪してそう。カカシにぶっ刺さってるし、オビトにもぶっ刺さってる。なんなら忍界全方位に刺さってる。さらに言えば7代目になったナルトにすら刺さってる。人全員にぶっ刺さってそうな言葉。柱間や扉間も大事な弟なくしてるしな。だからこそ里作ろうってなったんだけど。意気込み、あくまでそういう意気込みで頑張ろうって意味ですから。カカシは多分嬉しい反面、いろんな意味でどちゃくそ刺さってると思うの。ネジのこと救えなかったのに火影になってるやん。ネジの気持ち考えろよ。宗家の呪縛から解放されたのでセーフ。忍びの世界でルールや掟を守れない奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ってなると、に教育してたのはカカシなんだから、カカシの教育方針通りに育ってくれて喜んでいるところでは？初代マダラ闇落ち、三代目オロチマル闇落ち、四代目オビト闇落ち臨順職、五代目オロチマル闇落ちジライア殉職サスケ闇落ち、六代目オビト闇落ちサスケ闇落ち臨順職、七代目サスケ闇落ちネジ殉職、二代目火影千住扉間、自ら犠牲となり火の石を次の世代へ託す。まあそんなナルトさんは家族を大切にできてないんだけれども、なんでサスケの方が父親ぽいアクションをボルトにできるんだよ。